メディアを再生する、メスの飛翔の40倍高速度撮影アジアイトトンボは、イトトンボ科のトンボ。本州では普通に見られる種類である。北海道、本州、四国、九州に分布する。また、佐藤ヶ島、淡路島、壱岐、沖、津島、南西諸島などの離島などにも分布する。また、国外では、中国、台湾、朝鮮半島などに分布している。 腹長約20から25ミリメートル。甲子腸12から19ミリメートル。青門トトンボ属の種類の中では、最も小さい。オスは、腹部大急節に門がある。メスは成熟すると、すすけたくさ色になり、同色型のメスは存在しない。体長約12から15ミリメートル。ガワオエラ腸、約4から7ミリメートル。ガワシモウは5本の個体が多い。 オエラの中央部に一本の淡い褐色横状がある。高知県では3月下旬から現れて11月初め頃まで見られ、成虫の出現期は長い。春から初夏に羽化する個体は大きいが、夏の終わり頃に現れるものは、著しく小さい。熟したオスは水辺に戻って、配偶行動を行う。交尾は午前中に開始するが、しばしば夕方近い時間帯まで見られる。 交尾時間は、概して長く、数時間に及ぶことがある。産卵は概おおね、午後に、メスが単独で水面近くの植物組織内に行い、時には水中に潜ることがある。幼虫は主に平地や丘陵地の水生植物が、繁茂した地層や湿地、水田、水路などに生息する。また、水中の植物などに捕まって生活している場合が、多く、成虫は、幼虫と、 同様な場所に生息しているが、若い個体は浮かした水辺を離れて、かなり遠方の草原まで移動することがある。同族の青門糸トンボに酷似している。オスは、腹部第9節に門があるが、青門糸トンボの場合は、第8節にある。メスは、青門糸トンボと違って、同色型のメスは存在しない。ヤゴは、青門糸トンボの場合、泡かし食ないし、 緑褐色をした弱々しい感じで頭は口角が突出しない。オエラは細く尖っていて中央分節ははっきりしない。ありがとうございます。